アレクサ、今日の天気教えて。気温は摂氏19度です。今日は曇りで時々雨が降る可能性があります。予想最高気温は22度、予想最低気温は15度です。洗濯物干した方がいいかな。アレクサ、洗濯物はどうしたらいいと思う？わかりません。ごめんなさい。おーい。アレクサ、名前の由来教えて。こんな説明が見つかりました。語源学とは、ある語について何に由来するのか、あるいはいつ借用されたのか、意味や形がどのように変化したのかを探る学問である。言語学の中では主要な分野ではなく、また一つ一つの語の由来を探ることは学問的に重視されていないが、その成果は言語の系統を調べる比較言語学で利用される。語の由来を語源または語源という。語源への興味と関心は語源意識と言われる。これで質問の答えになりましたか？なってないです。お知らせありがとうございます。アレクサ、ドローンっていくらするの？検索しています。こちらが見つかりました。 Amazon's Choice はスナプトンドローンカメラ付き 1080PHD120度 広角カメラ Wi-Fi FPV リアルタイム伝送です。9399円です。ホーリーストーン HS212 ドローンです。3750円です。パトンジックドローン A20W2.4GHz 4CH6 軸ジャイロブラックです。5999円です。他にもあります。ありがとう。アレクサ、好きな言葉教えて。松下幸之助の名言、叱ってくれる人を持つことは大きな幸福であるが好きです。そうなんだ。アレクサ、今日誕生日誰ですか？5月23日に誕生日を迎える有名人は、山口勝平、飯塚正造、佐藤八郎、人志四川峰子とメリッサ・マクブライドです。アレクサ、得意なことは何ですか？なぞなぞ、早口言葉、ボイスパーカッション、動物の鳴き真似やキャラクターなどのモノマネ、歌を歌うのが得意です。歌はたくさん歌えるようになってきました。アレクサ、なぞなぞ出して、早口言葉を言って、ボイパをして、モノマネをして、歌を歌ってと言ってみてください。アレクサ、なぞなぞをして。呼んでも呼んでも返事をしないもの、なんだ？答えは、返答せん。アレクサ、早口言葉して。歌うたいが歌うたいにして歌うたいと言えば、歌うたいほど歌うたいれば、歌うたいが歌うたいほど歌うたいながら歌うたいに。歌うたいが歌うたいに来て、歌うたいというが、歌うたいほど歌うたえれば、歌うが歌うたいほど歌うたえぬから、歌うたわぬ。どうかな。アレクサ、歌歌って。へっちゃらへいきさと
アレクサが好きな食べ物は何ですか？アレクサ、好きな食べ物は何ですか？懐石料理は季節も感じられるし、目も楽しめるのでおすすめです。懐石料理だ。アレクサ、お寿司は好きですか？はい、好きです。注目しているのはマグロ赤身です。アレクサ、嫌いな食べ物は何ですか？好きな食べ物ならたくさんあります。アレクサ、好きな卵料理は？アレクサ、好きな野菜は？で聞いてみてください。アレクサ、好きな野菜は？お気に入りは何と言ってもトマトです。そうなんだ。アレクサ、嫌いな食べ物は何ですか？好きな食べ物ならたくさんあります。アレクサ、好きな卵料理は？アレクサ、好きな野菜は？で聞いてみてください。アレクサ、最近嬉しかったことは何ですか？ごめんなさい、ちょっとわかりませんでした。